今年も素晴らしい活躍を見せましたフールマンです。短いですよね。こういう形で竹下がトスを上げることが多くなっています。内田が上げます。神沢、ネット上はもう一回内田に一旦返しました。そしてフールマン、さあ今度はレフトの半澤、ナイスコース、うまいコースを狙ってきました。さあこれで4連続ポイント、今シーズンからレギュラーになりました。